はい、棚田保全について頑張って取り組んでおります。ただ、まあ、棚田を今後保全していくためには総務面で例えば話題の生徒さん、それからそんな人に助けていただくのも一つの方法ですけども、どうしてもこの棚田を守るということは地域のものが耕さなければなりません。そのためにはやっぱり後継者が必要なんです。昭和今から30年頃から役場が倒立して清水に役場がなくなりました。深刻ですね。当時100人以上おった職員が今では20人程度、それから小学校ももう6つも7つもなくなりました。中学校は3つなくなりました。銀行も2つなくなりました。そういうことでだん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 人口が減って後継者がなくなって、今後棚田をどないして継続していいかなと悩んでいます。この地域で働く場所がありませんので、どうしても都会へ出て働いております。棚田を維持するためには都会で働いている子どもらが戻ってきて、日曜土曜日に戻ってきて棚田を百姓やってほしいと。そのためには道路網の整備が必要なんです。やっぱり根本的な解決をしようと思ったら後継者の育成です。収入がありませんので、この町では。それでは企業誘致って言っても今更企業誘致ではできないと思いますんで、町で働いている子どもが土曜日曜日に戻ってきて百姓を手伝ってくれるような、いわゆる道路網の整備ですね、が一番必要じゃないかと思っております。